ケープコーラルは、アメリカ合衆国フロリダ州南部リーグンの都市である。2010年国勢調査による人口は15万4305人で、あり、2000年の10万2286人から51%増加した。州内では、人口で9番目、面積で2番目に、大きな都市である。ケープコーラルの町は1957年に、設立された。 不動産開発業者レナードとジャックのローゼン兄弟が、レッドフィッシュポイントと呼ばれた103平方マイルの土地を67万8000ドルで購入し、水の不思議の国と呼ぶマスタープランに基づき区画整理された都市として開発を始めた。市内には、総延長400マイル以上の航行可能な水路があり、地球上のどの都市よりも運河の多い都市になっている。 この水の不思議の国を開発するためにガルフアメリカン社が設立された。1958年から数年間で運河が掘られ、家屋が建てられ、事業が始まって都市が生まれた。ケープコーラルの開発はフロリダ州の他の都市とは異なる様相をとった。地元の人からはザ・ケープと呼ばれた。この街の良さを売り込むために有名人が呼ばれた。 最初に建てられた建物は、ローゼン兄弟の会社の本社であり、コロナードパークウェイとケープコーラルパークウェイの角にあった。最初の高級的な住人は、ローゼン兄弟の支配人、ケニー・シュワールズだった。1958年5月、リバーサイドドライブとフラミンゴドライブの角に、最初の4軒の家屋が完成した。 1950年代の残りと1960年代初期を通じて、ケープコーラルパークウェイの南にある、レッドフィッシュポイントで大半の開発が続いた。1963年までに人口は2850人となり、1300の建物が観光、または建築中だった。80マイルの道路が作られ、160マイルの運河が掘られていた。 公共ヨットクラブ、ゴルフコース、イーン及びショッピングセンターが営業を始めた。ケープコーラルにとって大きな転機はカルーザハッチー川をまたぐ延長3400フィートのケープコーラル橋が1964年初期に完成したことだった。この橋ができるまでフォートマイヤーズに行くにはデルペドロブルバードとエディソン橋を通って20マイル以上の距離を動く必要があった。 ケープコーラルは1979年8月に市政を敷き、人口は急速に増加を続けた。2009年の推計では16万2852人である。州内でも国内でも最大級に成長速度の速い都市となっている。地域面積は120平方マイルあり、2009年以降は州内で2番目に大きな都市になった。 ケープコーラルフォートマイヤーズ都市圏の主要都市でもある。都市圏人口は2009年推計で64万5899人となっている。ケープコーラル市の初期は退職後の住人が多い地域社会として知られていた。これが1990年代の人口流入と建設ブームで変化し、若い家族や専門家層が入ってきた。 人口の20%は季節を限った住人である。今日、幹線道路沿いには、幅広い範囲の様々な事業、小売業、及びレストランなどがある、近代都市になっている。幹線道路は、ケープコーラルパークウェイデルペドロブールバード、サンタバーバラブールバードおよびパインアイランド道路である。ケープコーラルは、 北緯26度38分23秒成形81度58分57秒北緯26.63972度成形81.98250度26.63972-81.98250に位置するアメリカ合衆国国勢調査局による報告では地域全面積は120平方マイルで州内では ジャクソンビルに次ぐ大きさとなっている。このうち陸地が110.09平方マイルであり、水域は9.91平方マイル、水域率は9%である。ケープコーラル市は大きな半島になっており、南と東にはカルーザハッチー川、西にはマトラチャ海峡で仕切られている。カルーザハッチー川の南岸にはフォートマイヤーズ市があり、 西のマトラチャ海峡の対岸は、マトラシェイと、パインアイランドがある。マトラシェイ海峡には、マトラシェイ海峡国立野生生物保護区と州立、マトラシェイ海峡水生生物保護区がある。市内には、総延長400マイル以上の航行可能な水路があり、地球上の、どの都市よりも、運河の多い都市になっている。この運河の大半は、航行可能であり、 そのいくつかはメキシコ湾に通じている。この運河系は後半にわたっているので土地の生態系や潮汐も影響を受けている。アメリカ海洋大気局はケープコーラルを亜熱帯気候に区分している。この地域は平均して年355日の日照があるが年145日の降水もある。夏は大変暑く湿潤で雨が多い。 冬は乾燥し温暖である。年間54インチの降水があり、その大半は5月から9月の間に降る。夏の間の午後の雨は、激しいが短時間である。毎年公式には6月1日に始まり11月まで続くハリケーンのシーズンは大きな影響を受けている。ケープコーラル市は、タンパからマイアミにかけての間では最も人口の多い都市であり、州内では、 第9位になっている。人口の60%以上が15歳から64歳までの年齢であり、25歳以下の人口が65歳以上の人口を上回っている。フロリダ州南西部の18歳から24歳の人口は州内や国内と比べて大きな成長速度で増加している。以下は2009年の推計データである。 2014年の人口動態予測は、人口20万3500人、世帯数80.598、家族数5万8060となっている。ケープコーラル市は、市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。市政委員は7つの選挙区から選ばれている。市長は、自然体から選ばれ、市政委員会の一員である。市長が、市政委員会を主催する。 市内には警察署と消防署がある。道路週間高速道路75号線が市内から10マイル以内の区間を通っており、北のタンパと集中西部、明西部のマイアミやフォートローダーデールとを繋いでいる。東の市境はアメリカ国道41号線である。アメリカ国道41号線と週間高速道路75号線を繋ぐのが フロリダ州道78号線である。市内は幹線道路網が作られている。道路総延長は100マイルとなっている。外して南北方向の道路は1マイル、または2マイルごとに間隔を分けて配置され、その大半は少なくとも4車線である。橋ケープコーラルとフォートマイヤーズの間には2つの橋がある。一つは、 橋長3400フィートのケープコーラル橋であり、ケープコーラルパークウェイとフォートマイヤーズのカレッジパークウェイとをつないでいる。もう一つのミッドポイント記念橋は、ベテランズパークウェイとコロニアルブルールバードとをつないでいる。ケープコーラルのすぐ東では、その他にも多くの橋がカルーザ・ハッチー側にかかっている。公共交通ケープコーラルの公共交通は、リートランが運営している。 これは、市内の6路線を含め18の路線のバス便である。路線による違いはあるが、月曜から土曜日の午前5時から午後9時45分まで走っている。市内には鉄道がない。都市間、バス便は隣接する。フォートマイヤーズからアムトラックやグレーハウンドの便を利用できる。空港南西フロリダ国際空港までは14マイルの位置にある。 この空港は毎年800万人近くの乗降客が利用している。2005年に新しいミッドフィールドターミナル複合施設がオープンし、コンコース3本と乗降ゲート28カ所となった。2010年時点で18の国内航空会社と2の国際航空会社及び2の貨物便運航会社がこの空港を利用している。南西フロリダ国際空港以外には、 ケープコーラルから8マイルのフォートマイヤーズ市内に一般用途空港のページフィールドがある。10マイル北のパンタゴルダにはシャーロット群空港もある。救急医療と外傷治療はケープコーラル病院が担当している。現在有価面積22万5000平方フィートの場病院が建設中であり、2011年末までに完成する。ケープコーラル市は 上下水道システムを運営している。水道、管外水及び下水道を拡張する計画が進行中である。半塩水の地下水から塩分や不純物を取り除く逆浸透膜プラントで浄水を製造している。下水は集められて、地元では吸出水と呼ばれる再生水を作り出す高度処理が行われている。再生水は二重水道管によって 市内に排水され考えに使用されている。また再生水はカルーザハッチー側にも放流できる。電力は非営利電力配給会社のエルセクが送電している。市内の限られた地域にはテコエナジー社が天然ガスを供給している。センチュリーリンクとコムキャストケーブルが通信インフラを提供している。テレコム社が市内に光通信システムを構築した。 ある分析では、州内の大都市よりも数倍ブロードバンド容量を持っているとのことである。市内中心部では、残存可能な地下高ファイバー接続装置が配置されている。2003年に、排他的公共安全性のために、FCC が承認した、新しい 4.9GHz、プレワイマックス無線チャンネルを採用したことでは、フロリダ周発のことになった。 ケープコーラルの経済は、地元政府の公共事業、健康管理、小売業及び、不動産業と建設業に支えられている。市経済開発局は、市内に移転する事業を優遇している。2009年、市内の大手雇用主は、リーグン教育学区、市役所、パブリックスーパーマーケッツ、ケープコーラル病院、及びウォルマートである。フロリダ州の多くの地域社会と、 同様、ケープコーラルでは2000年代に不動産ブームが起こり、2006年に始まる不動産不況の影響が激しかった。リアリティトラックによれば、2009年4月23日時点のアメリカの都市で担保権執行が多い25都市の3位になっている。この担保権執行で不動産価格は長年経験したことのないようなレベルまで急速に下降した。 2009年後半、新築住宅は8万ドル以下で購入できている。ケープコーラルは、高い達成度水準を上げる公共都市立の学校群を拡張し続けてきた。リーグン教育委員会が運営するリーグン教育学区内に入っている。2009年時点で小学校8校、中学校6校、高校4校を運営している。 公立高校は1970年代設立のケープコーラル高校、1987年開校のマリナー高校、2004年に設立されケープコーラルの初期校長にちなんだアイダイスベーカー高校、および2008年度に開校したアイランドコースト高校の4校である。また小学校2校、中学校と高校各1校からなる市営チャータースクール体系も創出した。 このチャータースクールはコア・ナリッジアンド・ケンブリッジ・カリキュラムを使用している。この体系が公になってから授業料がない。市内に居住する子どもたちのみが利用できる。エディソン州立カレッジの主キャンパスがケープコーラルのすぐ南フォートマイヤーズ市内にある。ここでは、純学士及び学士号を授与し、共同医療プログラム、コンピュータネットワーキングとプログラミング、経営管理、 弁護士補助員、刑事司法と火災科学に関する職業訓練を行っている。4つのキャンパスで1万6000人以上の学生が学んでいる。フロリダ州で最新の大学であるフロリダガルフコースト大学が1997年にフォートマイヤーズで開校し1万1000人以上の学生を教育している。この大学はケープコーラル衛生教室を備え、 ケープコーラルの学生に、中核コースを提供するようになっている。エグゼクティブマスターのプログラム、経営、工学及びバイオテクノロジーを含め学士号と、修士号を授与している。その他この地域にあるカレッジや大学としては、ホッチス大学、南西フロリダカレッジ及びラスムスセンカレッジがある。市内には、リーグン公共教育体系が運営する。 中東語教育機関であるハイテクノースがある。ここでは、医療、コンピュータ及び食物科学分野での職業訓練を行っている。市内に、事務所を構えるリーグン事業産業局を通じて、現地、現地外双方の雇用主指定訓練も可能である。市内には、カルーザハッチー川添公営ヨットベースクラブに、砂浜や釣り桟橋がある。 広大なサンスプラッシュ水上公園や30のレクリエーション公園、7のゴルフコースもある。近くのサニベル島やフォートマイヤーズビーチにはメキシコ湾の様々な海岸もある。鳥類愛好家には広い種類の自然種がいる場所としても知られ、アナフクロウの生息数では州内最大である。ケープコーラルには総延長400マイルの運河網があり、 多くの住人が水に接して住み、幅広いカルーザハッチー川やマトラシェ海峡を通じてメキシコ湾に行くことができる。公園レクリエーション局が3カ所の船舶浸水設備を運営している。メキシコ湾には小さな熱帯の島、鳥の生息地、スポーツフィッシングの両場がある。文化施設としては歴史博物館、アートスタジオ、 ケープコーラル芸術同盟及び地域の俳優の本拠地として機能する187席のカルチュラルパーク劇場がある。さらに、バーバラビーマン芸能ホールなど地域にはいくつかの芸術芸能会場がある。いくつかの公園や生態系保護区では野生生物を観察できる。フォーマイル工部生態系保護区のマングローブ林には高架自然道が備えられている。 マイク・グリーンウェルが1992年2月にアミューズメントパークのマイク・グリーンウェルのバットアボールファミリーファンパークをオープンした。ナイロオトカゲケープコーラル地域では水鳥、小菌類、渡りの名菌類、穴掘りゴファーガメ、イルカ及び爬虫類が見られる。ロータリー公園では小菌類、猛菌類、蝶々、キツネなどの野生動物がいる。 ケネディコの木星堂からは異国情緒のある鳥類や在来種の魚類を観察でき、シレニアビスタ公園では西インドマナティーを見ることができる。アナフクロウの生息数では州内最大である。外来種は3種ある。グリーンイグアナとトゲオイグアナおよび2009年に見つかった頂点捕食者のナイルオ,オトカゲである。イグアナはフロリダ州南部全体で見つかっており、 特に脅威はない。しかしナイルモニターは体長79フィートと大きく、歩行や水中の速度も速く、魚、鳥、犬や猫など広い範囲の鳥獣を食する。市内に多くの水路があることで捕獲を難しくしており、通行路の確保も容易である。ありがとうございます。